11月14日、宮古サーモンハーフマラソンが行われまして、同じ日にね、世田谷246ハーフマラソンがあって、そちらで青山学院大学の選手がね、上位独占されましたけども、こちらのレースもね、青山学院大学の選手が上位を独占しましたので、振り返っていきたいなと思います。1位から7位まで青山学院大学の選手、そして8位から11位までが東洋大学の選手ということで、まあ、青山学院大学とね、東洋大学は招待選手ということで、走られたと思うんですけれども、青山学院大学非常に強かったですね。優勝タイムを1年生の太田選手が優勝されましたけれども、62分台ということで、1位から4位までね、62分台でフィニッシュされておりまして、非常に強いなという印象がありました。1位から振り返っていきたいんですけど、1位のね、太田選手、62分台ということで非常に、頑張りましたよね。まあ、高校時代からね、5000m13 分台ということで期待されてね、青山学院大学入ってきたと思うんですよ。ただ出雲駅伝はね走ることなく、全日本もねエントリーメンバーに入ってましたけれども、実際走ることなくということで、まあ、非常に悔しい思いをねしてると思うんですよ。その中でこうやって結果を出したっていうことは非常に次につながるんじゃないかなと思います。まあ、青山学院大学としては世田谷246ハーフマラソンがね、先行の位置づけがウエイトが大きいと思うんですけれども、こうやって違うレースでもね結果を残してるってことで、太田選手のね箱根駅伝の起用はね、ゼロではないのかなというふうに思わせるような、レースでした。2着、準優勝したのは関口選手ですね。62分38秒、こちらもねいいタイムですよね。まあ、1万メートルね28分台の記録を関口選手持っておりますので、まあ、青学の中だとね、あの選手層の中だと埋もれがちなんですけれども、まあ、それでもね、まあ、しっかり、まあ、上級生として、まあ、今後ね、青学を背負っていかなきゃいけないですし、まあ箱根に向けてねいろいろまだまだ準備していけるようなね選手だと思うので、今後に期待したいなと思います。そして3位に入賞したのが野島選手ですね。62分51秒、こちらもね非常に優秀な選手だなと思います。5000m は14分台、 1万m は29分台という自己ベストなんですけれども、ハーフの自己ベストがね63分台ということで、長い距離非常に強い選手だなという印象ですね。本日もそのような長い距離に強い力をね発揮されておりました。ただ、まあ、5000m がね15分、 1万m が31分かかるようなレースもねちらほら見えて、まだちょっとムラがあるような感じはしますね。ただそれでも長い距離安定して走れるので、まあ、上級生としてこういう長い距離安定して走れる選手っていうのは非常にチームの中でも貴重な存在なのかなというふうに思っております。4位に入賞されたのが西川選手ですね。西川選手、62分54秒ということで、西川選手も非常にいいタイムでした。西川選手はね中学時代ジュニアオリンピックで入賞されるなど、非常にね注目浴び、若い時というか小さい時から注目浴びてた選手なんですよ。途中で、ね、ちょっと、成績がね尻すぼみというか落ち込む時もあったんですけれども、それでも青山学院入ってきてねまた復調してきたというか輝きを取り戻しつつありますので、また頑張ってほしいなと思います。そして5位は横田選手ですね。横田選手63分6秒ということで、タイム的にはね全然優秀だし素晴らしいなと思うんですけれども、順位が5番ということでねちょっと物足りないのかなと思います。まあ、横田選手ね高校時代学法石川高校で非常にね高校時代も割と走れてたイメージがありますし、出雲駅伝、なんといっても出雲駅伝ですね、初めての大学駅伝デビューとなった出雲駅伝、区間アンカーでね区間3位ということで非常にいい走りをされましたよね。で、青山学院大学の準優勝にね一番貢献したんじゃないかなと思えるような選手です。ただ正直ねムラがあるイメージが強くて外すレースもあったりするんですよね。本来であれば全日本大学駅伝ね走るとみんな多くの人が思ってたんですけれども、外れてしまったと。で、横田選手もねあまり調子が良くないと、で走りのタイミングも合わない、設置が合わないというようなコメントをされておりましたけれども、今ちょっと苦しんでるかなと思います。ただね力はあることは間違いありませんので、箱根駅伝しっかりね走れるような準備をしてほしいなと思いますし、まあ、横田選手抜きでも青山学院大学はね優勝候補筆頭ではありますけれども、青山学院大学が優勝するには横田選手の力は必要だと思いますので、ぜひね箱根走ってほしいなと思います。そして6位に入りましたのが佐々木選手ですね。63分25秒、こちらもねいいタイムですよね。そして佐々木選手、なんといってもね多分陸上界で知らない人いないんじゃないですかね。中学1年生の時に 1500m 日本最高記録を出しておりますし、 1500m ね中学3年生の時当時日本、中学記録をね持っておりましたから、非常に有名人というかねもうジュニア世代から強かった選手ですね。高校でねまあそこそこは走りましたけれども、
その世代トップレベルをね維持できなかったんですよ。ただ青山学院大学ってね中学時代良くて高校時代そんなに伸び悩んだ選手をね大学で再び花を咲かせるってことがね上手い大学ですので、かつてで言うとね森田選手だったり、あの吉田優也選手もそうですよね。中学時代8分40ぐらいで走っておりましたから、それで最後の箱根でね大爆走されましたから、まあ、佐々木選手もね青学で一つ花をね咲かせてほしいなというふうに思います。そして7位が安達選手ですね。安達選手は63分29秒、これも優秀な立派なタイムですよね。安達選手は 5000m14 分台、1万メートルもね29分台ということで、まあこれね十分早いですけれども、まだまだこれからの選手なのかなというふうに、これからねさらに、パワーアップしていってほしいなと思います。そして8位から11位までが全て東洋大学の選手ということでね、1位から7位を独占されたということで、やはりね改めて青山学院大学の層の厚さをね見せつけられたような試合だったなと思います。申し上げましたけれども、選考会に関しては、世田谷246ハーフマラソンはね割と後半のコースがきつかったりするので、箱根でいうね4区7区8区9区10区あたりの選考も兼ねてるんじゃないかなというふうに見ておりますけれども、こういうね他のレースでね活躍される選手がいるっていうのは、チーム全体としてのねチーム内競争が激しくなったり、多くの人にね刺激を与えることになりますから、非常にね、青山学院大学っていうのは今後ね期待できる大学だなというふうに思いました。まあ、個人的にはね6位に入りました佐々木選手、中学時代も国内トップクラスの選手でしたから、また復活してほしいなという気持ちと、そして5位に入りました横田選手もね、出雲駅伝でねすごいいい走りをされてたので、まあ、この結果でもまだまだ物足りないと思う方たくさんいると思いますんでね、まあ、みんな頑張ってほしいですけれども、まあ、特にね佐々木選手や横田選手ね、もっともっと輝いてほしいなと、頑張ってほしいなというふうに思います。以上